こんにちは、ホルバーです。今回はですね、こちらにありますレンマというブランドから展開されている薄型の財布アンブレを紹介していきたいと思います。最近はですね、私はスマホでの支払いが多くなりまして、あまりですね、財布を持ち歩いていません。またですね、ポイントカード類もスマホに入れることができるので、カードを持ち運ぶのも必要最低限となっています。以前はですね、カードがたくさん入る財布ですとか長財布なんかをですね、使っていたんですけども、今ではですね、あまり財布を使わないということで、コンパクトな財布、これをですね、探していました。そんな時にですね、見つけたのがこちらのですね、レンマというブランドの薄型の財布です。手に収まりやすい大きさですし、また薄型ですので、ポケットに入れた時にもそんなにですね、違和感がありません。そしてですね、何よりこの素材ですね、素材が革ですので、使っていくごとに経年変化を楽しむことができます。メインの財布というよりはサブの財布っていうイメージが強いかなとは思うんですけども、現代のですね、キャッシュレス化の時代においては、この財布がですね、メインの財布になるんじゃないかなと思っています。そんなこちらの財布をですね、今回は紹介していきたいと思います。まず、レンマについて簡単にですね、ブランド紹介をしていきます。レンマはですね、3つのコンセプトを掲げたブランドです。1つ目は、神戸から世界に羽ばたくブランド。2つ目はシンプルだけど考えられた機能性。3つ目は日本の職人が作る高品質だけど値頃感のある価格を実現。この3つをですね、成立させて自分自身に自信と誇りを持ってほしいというメッセージを込めている、そんなブランドです。そんなレンマではですね、いくつかの財布を展開していまして、その中で私が手に入れたのはですね、こちらのアンブレというモデルです。アンブレっていうのは腹ペコという意味を持っているようでして、お昼休みに小さく持てるお財布をコンセプトにポケットサイズに仕上がっている、そんな財布です。こちらはですね、ポケットサイズということで、手にもですね、このように収まりやすいですし、女性でもですね、扱いやすい、そんなサイズ感です。また厚みも抑えられていますので、私自身は基本的にですね、こちらの財布はジーンズのバックポケットに入れたりするんですけども、厚みのある財布だと少しね、こう違和感を感じますが、こちらのアンブレに関してはそこまでね、違和感を感じない、そんな厚みになっています。そしてここからは機能性であるとか使い勝手についても話をしていきます。こちらの財布はですね、三つ折りの財布になっています。こんな感じで開けることができまして、この二つ折りにこのフラップがついた、そんなですね、三つ折り財布になっています。ですので感覚的にはですね、二つ折り財布に留め具がついたような、そんなですね、感じで使うことができます。で、こちらの財布はですね、お札を入れる際はこう横からではなくて、このようにですね、縦から入れることができます。そして複数枚のお札を入れた時にはですね、こんな感じでお札を数えるような感じでですね、お札を取り出すことができたり、数えることができます。そしてですね、結構コンパクトな財布に多いのは、コインポケットがなかったりもするんですけども、こちらのですね、財布に関しては、コインポケットもですね、ついています。こちらにですね、ついておりまして、こんな感じでですね、入れることができます。結構ですね、容量もありまして、コンパクトなポケットに対しては結構な量のコインをですね、入れることができます。そしてこちらのコインポケットに関しては、コインがですね、飛び出さないようにこんな感じでフラップがついています。で、カードに関してはこちらですね、コインポケットのこの後ろにですね、こちらにカードを収納するスペースがあります。こんな感じでですね、入れることができまして、そして内側のここにはですね、カードを受け止めるような、そんなフラップがついています。一応ですね、こんな感じで中からもカードが取り出せまして、そしてですね、外からも取り出すことができるといった、そんな構造にはなっています。結構コインポケットの配置ですとか、お札の配置がすごくね、使いやすいなと思います。こう開けた時にすぐにですね、こうカードにアクセスできますし、またコインもですね、こんな感じですぐに取り出すことができます。お札に関してもですね、結構こんな感じで、複数枚を数えることも簡単にできるので、
まあ、コンパクトな財布、結構ね使いにくいものもあったりするんですけども、こちらのレンマの財布に関しては、まあ、個人的にはですねすごく使いやすいなと思っています。まあ、全体的にですね、まあ、仕切りなんかも少ないですし、まあ、留め具のボタン、金具類も少ないので、まあ、その分ですね、すごく厚みが抑えられていて、すごくね、使いやすい財布になっています。そして次にですね、こちらに使われている素材についても見ていきたいと思います。こちらに使われている素材っていうのは、銀面をですね、優しく擦って、あえて毛をですね、逆立ててアンティーク調に仕上げたウェーブロレザーというものが使われています。他の革よりも格段に経年変化を楽しめる革になっていまして、表面をですね、こう擦っている処理がされていますので、通常よりも手の汗や油、そして日の光などの吸収が早くて、傷などもですね、目立ちにくいのが特徴になっています。実際にですね、こう触った感じはすごくね、こうザラつきがありますし、結構ね、こうムラ感があるような、まあそんな革になっています。まあ独特のね、風合いが楽しめまして、これからのね、経年変化も非常にですね、楽しみな革です。で、カラーに関してはいくつか展開があるんですけども、こちらはですね、オリーバというカラーです。で、こちらはですね、グリーン系の色味になりまして、以前ですね、別ブランドで、まあ時計のですね、革ストラップで、まあオリーブ色、グリーン系の色をですね、使っていまして、まあその時のね、経年変化が非常に良かったので、まあ、今回はね、こういった財布のグリーン系の色味がどんなね、経年変化を見せてくれるのか、それが気になりまして、今回この財布ではですね、グリーン系の色味、オリーバというカラーを選びました。その他にもカラー展開はありまして、全部でですね、6色の展開になっています。まあ、結構ね、カラーバリエーションもありますので、まあ、自分の好きなカラーをですね、選ぶことができます。そして価格についても見ていきますが、価格はですね、12,100円です。どうでしょうかね、この値段。個人的にはね、結構買いやすい値段だなと思います。最近はですね、革自体の値段もですね、高騰していますので、革製品自体が値上げをね、している中で、まあ1万円前半でね、購入できるっていうのはすごく買いやすい値段かなと思います。また財布ね、一度使うと1年ぐらいで手放すようなものではなくて、まあ、2年、3年とですね、長く使う方が多いんじゃないかなと思います。まあそういったことを考えると、革素材で長く使えるで、そして1万円前半の値段であれば、すごくいい価格設定だなと思います。これに関してはレンマのコンセプトにもありますですね。日本の職人が作る高品質だけど、値頃感のある価格を実現。まあ、これにですね、ぴったりと当てはまっている。まあそんなね、感じがします。ということで今回はこちらのですね、レンマのアンブレという財布を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。私自身はね、昨年まで海外に住んでいまして、まあ、そこではですね、こちらのスマホでほぼほぼ決済をしていたので、財布っていうのはほとんどね、持ち歩かなかったんですけども、まあ、今年から日本に戻りまして、まあ、日本だとね、どうしても現金が必要な場面っていうのはありますので、まあそういった時に持ち運びに便利な財布を探していたんですけども、まあようやくこういったコンパクトな財布に出会えたかなと思います。まあ今後もですね、使っていって経年変化とか見られた場合はですね、こちらの動画でも紹介していこうかなと思います。ということでね、今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。